おはようございまーす。禁止令、禁止令出ました。挨拶禁止令。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。本日なんですが、6月の25日金曜日に、新しいデュエルリンクスのリミットレギュレーションが発表になりましたので、皆さんと一緒に見ていきたいなというふうに思っております。禁止カードが1枚とリミット解除カードが4枚あるんですが、禁止カード、局所的ハリケーン、依然としてデュエルを折らせる力が強い上、このカードとの組み合わせを抑える目的で多くのカードに制限が必要になってしまうため禁止しますと。挨拶できねえやつはクズって言ったよな。俺挨拶できるんだよ、もう。俺全員クズじゃねえか。おい、ふざけんなよこれ。いや、ぶっちゃけ、ま、気持ちわかるんですよね、あの運営の。ただね、このカード僕は個人的には必要悪だと思っていて、なので、あのこの禁止カードは結構ね、なんかどうなのそれって思ってるんだけど、要はね、新テーマがさ、新しいパックで登場したテーマが局所とか狡猾とかを入れてなんか暴れ回るっていうのが、まあ、デュエルリンクスあるあるなんですよ。なんで、まあ、それは分かります。それ禁止にした方がいいっていう説は分かりますけど、ただ局所がないと伏せが強くなりすぎるんですよ。まあ、要はあのサイクロンとかコズミックサイクロンもちろんありますけど、ああいうカードは1枚しか除去できないわけで、局所的ハリケーンっていうのはまあ1枚でね、あの2枚とか3枚とかバーって戻せるから強いわけじゃないですか。だからこれがなくなるとどういうことが起きるかっていうと、その伏せが強いデッキが強くなりすぎるんですよね。例えばなんかあの知らぬいとか、わなび系、霊獣とか、あと害悪系、害悪とかもうほんとたまったもんじゃないよね。あの局所なかったらもうなんかあの害悪デッキも無限になんかトラップから遅延されるんで、めちゃくちゃムカつくんですけど、まあ、外役デッキ使いがね、何言ってんだって感じなんですけど、ただ、そういうところがあるんで、そういう側面があるんで、で局所は必要だと思ってて、その、要は多くのカードに、その組み合わせを抑える目的で多くのカードに制限が必要になってしまうっていうんだったら、なんかもう組み合わせレギュレーションみたいなの作ったらと思ってるんですよ。例えば、局所的ハリケーンを入れて強いデッキ、まあ、ドラグニティとか、ドラグニティとか今ありますけど、ドラグニティとかとするじゃないですか。そしたらもうドラグニティナイトアスカロンと局所的ハリケーンは同時に2枚までしか詰めないとか、だから全部でリミット2にするかいけないわけで、そのなんか組み合わせリミットレギュレーションみたいなやつを、データなんだからさ、いくらでもできんじゃん。で DCG なんだから、だからそういう組み合わせであのリミットかけたらと思ってるんですよね。だってさ、これ何がいけないかっていうと、例えばですよ、メタデッキ大会とかのメタデッキ系のデッキとか、なんか豪快なワンキルデッキとか、まあ、最近あの僕よく出してると思うんですけど、あのそういうデッキね、あのなんかあの要は局所でバックを戻してなんか豪快にかっこよくワンキルするようなデッキあるじゃないですか。ああいうデッキがなんか死ぬんですよ。トラップカード2枚とか伏せられたらもうなんか除去できずに、なんか頑張ってコンボが決めようと思っても無理みたいな、妨害されてみたいなことが起きるんですよ。だ要はそう、強いデッキはもちろん、そのままでいいと思うけど、弱いデッキで局所入れるのは許してっていう話なんですよね。わかりますか、言ってる意味。で、その、強いデッキと組み合わせは禁止するべきだけど、そう、弱いデッキ、あの、面白デッキみたいなやつには、局所的ハリケーン入れたいじゃないですか。だから、そのなんかね、理不尽なんだよね。禁止は。禁止は理不尽。と、俺は思っている。皆さんはどう思いますか？僕はそう思ってますけど。はい。で、リミット解除ですね。リミット解除は4つくらい行きまして、このリミット解除に関しては、あの多分、コナミの運営さん、あの、僕のノーリミット動画見てる説っていうのが、あの、今、あの、にわかに浮上しまして。これなんでかっていうと、最近僕結構ノーリミット動画をね、あの楽しいよっていう動画出してると思うんですけど、言ってたんですよ。ノーリミット動画の中で。もうダッキーとさ、あの、ダイナ、別によくねっていう。もうあの、いくらでもこれ解除していいだろうって思ってたんですけど、これもういよいよ解除と。これはっきり言って、あの、遅すぎた釈放です。遅すぎた釈放。まあ、早すぎた埋葬みたいな感じで、遅すぎた釈放。これに関しては。あのね、遅い！もうね、1年前くらいに解除していいかったと思うよ。こんなカードは。これに関してはね。で、先に今、ドラゴンキライト出すからいいけど、局所的ハリケーンの禁止に伴ってこれを解除しますっていうのは、そんなに影響はないですね、環境には。まあ、元から、あの、別に局所ないデッキだったんで、まあ、そんなに影響はないですね。はい。まあ、一応、リミット2のカード入れるんで、なんか、なんだろう、エネコンとか局所とか、まあ、局所にコンセントレートとか、高ガスとか入るのかなっていう感じはしますけど。で、サイバーエンジェル、ダキニに関してなんですけど、ダキニに関しては、機械停止の儀式がね、
あのリミット2なんですけど、あの入るんで機械都市の儀式を2枚入れることができるんで、結構狡猾とかには強くなるかなって思いますね。はい、ただあの因果切断っていうね、あの最強のトラップカードがありますんで、まあ機械都市そんな強くはないけど、まあ戦えるレベルにはなってると思います。これで、まあ、ちょっと使ってみましょう。でアサルトアーマーに関してはマジででしょうねって感じ。誰も使ってない、もはや誰も使ってないから、もうリミット3にした意味わかんない私これ最初の時に。はい、なのでまあこれもまあ言わずもがなので、でこれダイナね、ダイナはダイナロックっていう、まあ要は2体並べると相手が攻撃できんっていうあの状態になるんですけど、もう今更そんなことをしたところで除去がいっぱい飛んでくる環境なんで意味ないということにコナミさんやっと気づきまして、でやっと着こうと。ちょっと悲しいのは局所ビートドンパダイナっていうね、2017年デュエルリンクスの流行語大賞に輝いたあのフレーズがこれによってできなくなってしまうっていうのはちょっとだけ悲しいね。ちょっと悲しい。まあ、サイクロンとかコズミックサイクロンで頑張ろうみたいな感じなのかなっていう思います。はい、でこの禁止カードのあのリミットレギュレーションに伴いまして、新しくね追加された機能がございます。それが何かっていうと、この禁止カード交換機能っていう機能なんですよ。でこれ何どんな機能かっていうと、ショップで購入したカードパックに含まれるカードがリミットレギュレーションの禁止カードに適用された場合、まあ、要は今回のねこの局所的ハリケーンみたいな、これパックカードなんですけど、この局所的ハリケーンが禁止カードに入っちゃいましたよっていう場合、この場合、該当の禁止カードが収録されているメインボックスまたはミニボックス、まあ、今回の場合はあのランページオブザフォレストっていうパックなんですけど、あれに含まれる同レアリティのカードと交換することができるようになりますと。まあ、コキュートスもですね、コキュートスとか局所的ハリケーンはパック3なんで、まあ、そのパック3のカードは課金しないと手に入らないから、そこで禁止にしたら、まあ、要はちょっとした補填をするよみたいな感じなんですけど、これ補填してくれて嬉しいと思うじゃないですか。あの一瞬思うんですけどね、そんなことはないですよ。そもそも禁止カードをそれするんだったら、もうリミット2以下のカードもやるべきだと思うし、だって結局さ、その局所的ハリケーンがこれ使えなくなっちゃうっていうあの事実は変わんないわけで、ってことはリミット2のカードはあの3枚持ってるカードが2枚しか使えないってことは1枚使えなくなってるから、それは結局同じじゃないですか。使えないっていうことは使えないっていう事実は変わんないから、これリミット2以下のカードもやるべきだと理論的には思うし、あとその該当の禁止カードが収録されているメインボックスかミニボックスじゃなきゃいけないんですよ。だから例えばね、その局所的ハリケーンが入ってるボックス、どれかっていうとランページオブザフォレストっていう結構昔のパックなんだけど、これですね、これの、SR のカードとしか交換できないんですよ。ってことはそのもう環境的になんかもうギガンプラントとかなんかそのタイタンとかストールとか使われてないじゃないですか。まあ、ブラックコアも別に使われてないし、まあ、物忘れもそうだよね。超進化の前も使われてないし、だから、使われないカードと交換してもあんま意味ないですよね。で、このカード、もしかしたら、ドリームチケットで交換してる人もいるかもしれないし、局所的ハリケーン、SR でね、ドリーム SR で。そういう人、かなりかわいそうじゃないですか。だから、俺は、この、なんかその、禁止カード補填機能は、なんか補填になってないような気はするね。その、なんだろうな、これを欲しかった、これが欲しくてこのパックを向いた人って、これ以外のカードをよこされてもいらないわけじゃないですか。だから、違う別のボックスの SR とかに変えてくれるんだったらわかるけど、これの中から変えても意味ないんだよね。と思ってるんだよね、俺は。それをね、その要は別のボックスのカードと交換できるようにしてしまうと、まあ、コナミの売り上げ的に、下がっちゃうっていう話があるんで、まあ、コナミ的な気持ちは分かるんだけど、そのユーザー側からしたら、あ？ってなるよね。ユーザー側からしたら、あ？ってなるよね。俺はなってる、ちなみに。まあね、これに関してはね、もうね、なんかそのノーリミットの、なんかその適用範囲を、対人戦だけにすればいいと思ってるんだけどね、そんなプログラミング難しいの？なんか、もうこの技術が進んだ時代にそんなに難しいのかなと思ってるんですけど、そのノーリミットのデッキをモブ戦とかレジェンド集会とかでは使えるように して要はその禁止カードになってしまっても別に普通に遊ぶ分には対人戦以外だったら使えますよっていう状態にしといたらいいと思うよ。まあノーリミット機能以外にもね、だってさ、その
何が悪いの、そのモブとかあのレジェンドデュエリストにすげえ強いなんかその禁止級のカードを使ってボコボコにしてなんか誰か迷惑かけることあるっていう、ないですよねないんですよ。だからもう早めにね、その対人戦以外のリミット解除機能はねオンにできるようにした方がいいと思いますよと僕は思ってます。皆さんはどう思いでしょうか。皆さんの意見もねぜひねお聞かせください。はい、というわけで、とりあえずリミットレギュレーションの適用に関しては以上ですね。はい、でね一応ねまああのちょっと時間まだあるんで、デュエルストの皆様へ今後の更新予定っていうのが一応あるんですけど、あのまあ、バーってあってね、あのいろいろあるんですけど、あの1個だけ皆さんにお知らせしたい、まじ神アップデートがありまして、これです。7月の下旬新キャラゲットイベント開催、 DD キャッスル覇王編、立ちはだかる強敵でもう、ウェーブデュエルで倒し頂上を目指せ、ついに GX のあの男をゲット、見せてやろう心の闇が作り出した最強の力の象徴、絶対無敵究極の力を解き放て、イービルヒーロー来るぞ、イービルヒーロー来るぞ、覇王10代来るぞ、めちゃくちゃ楽しみだわ、早く使いてえわマジで。本当にねこれだけ言いたかった。あと近況報告最後にするんですけど、あの私最近引っ越しをしまして、あのネット回線がですね、工事日程の調整に失敗しまして、今ね UQ WiMAX で、ネットしてるんですよテザリングと UQ WiMAX で、ネットしてますんで、あの生放送とかが多分、ね、当分できません。厳しいです非常に、回線速度的に。ちょ許してください。またネット開通したらお知らせします。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。